おはようございます。2011年6月13日、水曜日6時5分になりました。昨日はですね、なんかもう朝はぐちゃぐちゃになって、配信できませんでしたが、今朝はですね、ちゃんと昨日の夜にですね、なんとかGoogle Chrome を使うことで解決できるというのが分かって、まあこのように配信できるようになりました。さて、今朝のニュース見ていきたいと思います。IT メディアから、もうこの話題ばっかりですけどね。こちら。はい、独自の地図アプリを手にするアップルを激化する Google との戦い。WWDC ですね。アップルが発表して新しいその iOS6 ですよね。iOS6 で、iPhone とか iPad とかにもいろんなサービスを今度新たにアップル独自のサービスとして、展開するということで、まあ大きいのは、多分その Google マップスですね。それからも独自の地図サービスをつけるようになったとかですね。とそれからの Facebook との連携が強化されて、なっているというようなところですね。でまあこれによってその Google をどんどん Google のを使わずに Apple 独自のそのいろんなサービスを展開していくというような形で、そのこの Google を排除しつつですね、一方で、Facebook を取り込んだりしていくっていうところが、まあこれ今後どうなっていくのかなってちょっとね気になるところではあるんですよ。というのもそのあたりもまた Apple が Apple 独自で何かやろうとするのか、それとも今後その Twitter、Facebook はもう、一緒に動いていこうとするのか。っていうその辺がね、Google のものをどんどん外して、Apple 独自に動いていくというようなことを考えると、果たして今後どっちに行こうね、動いていくのかなっていうのもちょっとこう気になったりするところですし、で、またこれに対して Google がどういうふうに動いてくるのか、Apple もこれ独自のいろんなサービスを立ち上げるのはいいんですけれども、じゃあそこに使われる例えば地図なんかにしても、その地図データとかそのあたりをどういうふうに今後扱っていくのとかですね、でいろんなその、飲食店とかそういうのの検索とかできる Siri によってできるとしても、データベースですよね。問題になるのはそこのデータベースをどれぐらい最新のものにできるのかとか、そこのなんていうんですかね、ランニングコストがどれぐらいこうかかってきて、どういうふうにそこをうまくカバーしていけるのかっていうところがキーになるかなと思うんですね。そのサービスを立ち上げること自体はまあなんとかできたとしても、今後ランニングとして継続していくところ、もっと言い方を変えるとどれだけそれを使っていけるのか、ユーザーが使ってくれるのか、そこにかかってくるわけですね。最初は当然そのわーっとみんなが使うんですけれども、ただそこで、データの更新だとかその最新情報がどれだけ、乗っかってくるか、あるいはまたその気になるような小さなお店とかそれまでちゃんと出てるのかとかですね、特に地図とかになってくるとその地名での検索とか何番地とかっていう細かな検索をかけて、それがどれだけ精度高く表示されるかとかですね、そういったところで本当そのユーザーが使うか使わないかって決まってくるわけですね。そのきめ細かいメンテナンスっていうか、していくことが大事で、それができるのかどうかっていうのはちょっとね、私にはよくわからない。アップルがどういうふうに今後その運用していくのか、要はもっと言い換えればそれの、運転資金をどこから収入源を得ようとしているのかっていうのがちょっとよくわからないんですね。で、Google はもう完全に広告っていうふうに割り切ってやってますけども、Apple って広告をやるにしてもいろいろこう審査を入れたりとか、Apple らしい広告っていうのを中に入れていくようなことをやってるので、そこが今度逆に収入源の足かせになる
のかなっていうのはちょっとね、わからないです。微妙な気がしますけども、さて、どうなってくるのか。だから一概にこうね、立ち上げたばっかりだけで、今後うまくいくのかどうかっていうのは、ちょっとわからないですよね。で、そういった中でこう、いろんなものを展開するところで、うん、新しいパソコンとかも出てきてますけども、その辺も、既存のじゃあ Windows と対抗していけるのかっていうと、ちょっとその辺は私は非常に過去の資産をどれだけね、引き継いでいけるのかとか、その辺がなかなかね、微妙なところがあるかなという気がしますけれども、熱狂的なファンがいるので、そこには支えられるっていうのは確かなんですけども、ただ、ワールドワイドのサービスを展開していく中では、果たしてそれは支えきれるものになるのかどうかっていうのはちょっとわからないなというふうに見たりしております。さて、そんなところで6時11分になりました。もう間もなく12分になろうとしております。今日は水曜日ですね。1週間真ん中ということで。もうね、6月真ん中になってきましたけども、あら。その割には、そんなにね、暑くもないし、まあ、これぐらいで行ってくれれば、ね、節電とかもやりやすいのかなと思います。で、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。